今まで舞は一人で行うものだと思っていましたが、皆さんと一緒に踊るのも新鮮で楽しいものでした。新しい舞を覚えますので、よければまた一緒に踊ってください。世の中にはたくさんの物語があふれている。私の好きな王道戦記もの、恋愛、恐怖、喜劇、冒険などなど、そのいずれも読者の胸を打ち、何らかの感動を起こし、結果その読書体験は宝物となり得るものだ。こたび私が体験したことは機械旋盤、九死一生だが、宝物のような日々だった。少し長くなるが、諸君にも聞いてもらいたい。そして願わくは、この物語が諸君の宝物になれることを祈っているぞ。どうもお呼び立てしてすみません。ですが、あなたにどうしてもお伝えしておきたいことがあるのです。実はしばらくの間、ランドソルを離れることになりました。あっ、近い顔、近いです。小僧、忍ぶに何しやがるんに。もうお父さん、弱っている時に騒いじゃダメだって言ったじゃない。だって小僧が忍ぶに。頼む、見捨てないでくれ。お前に見捨てられたら俺は。大丈夫、お父さんを見捨てたりなんかしないから。だから少しの間静かにしててね。すみません、お見苦しいところをお見せしました。これがランドソルを離れる理由です。見ての通り、父は今非常に弱っている状態です。原因は仕事で力を使いすぎたことだと思われます。私が未熟なばかりに父に負担をかけ続けてしまったせいで。何を言うか、俺は忍のためなら命だって惜しくない。だからあまり自分を責めるんじゃ。お父さん、ですので弱体化した父を元に戻すため、世界中の霊場を巡ろうかと思っているのです。霊気に満ちた場所に行けば父の力も元に戻るかもしれません。ですが、どれだけ巡ればいいのか見当もつかないので、長い旅になることも考えられます。苦労をかけるな、忍。何言ってるの、お父さん、親子なんだから当然でしょ。私も寂しいです。でもそんなことを言っている場合ではありません。父のために一刻も早く力を取り戻さないといけませんから。というわけで、しばしのお別れになってしまいますが、必ずランドソルに戻ってきます。どうかその時までお元気で。おーい、ジョシ君、大変だー。探したよ、ジョシ君。そして聞いてくれ、ジョシ君、とってもとってもすごい依頼が来たんだ。なんと、あの呪われた海賊島の調査隊に招待されたんだ。こんな大きな仕事が来るなんて、探偵としての名が上がってきた勝者だね。
こいつは後の世に語り継がれるであろう名探偵霞の物語のマスターピースになるに違いない。さあ女子くん、早速旅の準備。あ、どうも。ご飯ああ、はじめまして、カオンの霞、探偵だ。はじめまして、リアボロスの忍です。占い師をしています。こちらは父です。おお、悪くねえな。5年後が楽しみだぜ犬娘。もっと飯を食っていろいろ育てときな。初対面の人に失礼なこと言うのはやめてお父さん。あ、すみません、今父が言ったことは忘れてください。気にしないでくれたまえ。ついでに今見た私の地帯を忘れてもらえるととても助かるよ。ウィンウィンの関係ってやつだね。女子くん、知らないのかい？今ランドセルの一部の界隈で噂になっている大海賊の財宝が隠されているとされる島のことだよ。だけどその島に送り込まれた調査隊が海賊の呪いにより全滅したという噂がまことしやかに伝わっているんだ。海賊の呪い、あの、そのお話詳しく聞かせてもらえないでしょうか？財宝に興味があるという感じじゃないね。どうせ女子くんにも話さなければならないし、一緒に聞くといいよ。それでは話は少し前に遡るよ。多くの犠牲者が出たという今回の件に対し、九段の海賊島の発見者であるゴードン氏は重い沈黙で返す。呪いは本当にある。どんな言葉よりも雄弁に語っているように思えた。かつて世界中の海を荒らし、人々を恐怖のどん底に陥れた最強にして最強の大海賊、エドワード・ディード。彼の隠し財宝が眠る島が発見されるも、そこは海賊の呪いがかけられていた、と。なんだかな。伝説の海賊島ってだけでもかなり眉唾ものなのに、そこに呪いとは、いささか出来すぎじゃないかな。気になっていろいろ情報収集してはみたけど、結局このゴシップ誌の記事と大差なかったし、興味をそそられる噂ではあるけど、仕事でもないのにこれ以上時間を割くわけにはいかないね。気分転換に女子くんと散歩でもしようかな。失礼します。こちらに探偵の霞さんがおられると聞いてきたのですが。ああ、霞は私だよ。偽物探しや素行調査、もちろん事件の調査まで何でも受けたまわるよ。なんと、かの名探偵がこのような可憐な方とは。驚きました。素直に頼りないと言ってくれても構わないさ。それで豪商の付き人さんがどのようなご依頼なのかな？まだ名乗ってもいないのに、なぜ分かったのですか？簡単な推理だよ。まずはその丁寧で柔らかい物腰から、それなりの地位にある人物に使えるものだと予想した。しかし貴族の使いにしては服装がラフであること、金星の取れた体格に重労働に従事してきたであろう武骨な手から商人の使いであると判断しただけだよ。参りました。噂にたがわぬ名探偵ですね。ならばこちらも安心して依頼ができます。霞さん、あなたを海賊島の調査隊にお招きしたいのです。海賊島って、まさかエドワード・ディードの？その通りです。あ、申し遅れました。私は海賊島を発見した商人ゴードン様の付き人をしているものです。最悪、島のことすらただの噂かと思っていたけど、まさか本当だとは。では呪いというのは？呪いかどうかは判断できません。
島の調査のために送り込んだ先遣隊は全滅しました。しかし全滅こそしたものの、調査隊はある石板を発見することには成功しました。その石板によると、島にはどうやらいくつかの仕掛けがあること、そしてそれを突破した先に財宝があることが判明しました。そこで我々は無駄に人員を割くのではなく、少数精鋭で宝探しの調査を決行することとなりました。学者や冒険者など優れた専門家を招待することになっており、ぜひともあなたの頭脳をお貸しいただけないでしょうか。もちろん財宝発見の暁にはその半分を贈呈させていただくことをお約束します。正直、財宝を見つけて一攫千金なんてのには全く興味はないけど、伝説の大海賊の財宝そのものには好奇心が刺激されるね。それに私の探偵としての勘が告げているんだ。絶対に何かが起こると。わかった、ぜひ参加させていただくとするよ。それはありがたい。ゴードン様もお喜びになることでしょう。ただ非常に危険な場所なので、相応のご覚悟はしていただきます。探偵の進む道に安全などありはしないからね。このなりわいに着いた時点で覚悟はできているさ。ところで、参加にあたり一人助手をつけても構わないだろうか。彼がいれば仕事がはかどるし、身の安全も確保できるのだけど。もちろん。ではその旨ゴードン様にお伝えしておきます。日取りなどはいずれ追ってお知らせいたします。何かありましたらこちらにご連絡ください。それでは私はこれで。やったやったよ、ついについに大仕事ゲットだ。こうしちゃいられない、早く女子くんに知らせなきゃ。ということがあってね、勝手に話を進めてしまい申し訳ないが、ぜひとも女子くんに同行してもらいたいと思っているのだけど。判断が早くて助かるよ女子くん。それではこの後打ち合わせを兼ねて旅の準備の買い物へ行こうか。かすみさん、その調査私も同行させてはもらえないでしょうか。ふむ、その思い詰めた眼差し、何か理由がありそうだね。実は。なるほど、お父上の力を取り戻すために霊場巡りか。それで今回の海賊島が霊場だということなんだね。それは断言できません。ただ呪われた島というなら、世界各地の霊場と同等の霊力に満ちているのではと思うのです。これでも占いと霊能力には自信があります。決してお二人の邪魔にはならないかと。忍さんのこと信頼しているみたいだね。君がそう言うのなら間違いないだろう。私としても呪いなどは正直専門外だからね。その手のことに詳しい人が一緒なら私も助かるよ。早速付き人さんに連絡してみるとしよう。よろしくお願いします。よかったねお父さん。ありがとうな忍、かすみ。小僧はどうでもいいがな。陸地も見えなくなったね。町のみんなとこれが根性の別れになるのではと思うと不
不安で胸が張り裂けそうだよ。だって孤島に向かう船というまるで推理小説のようなシチュエーションなのだよ。どうしたってにやけてしまうって。おい忍、こいつ結構やべえやつだぞ。本当に大丈夫か。お父さん、そういうこと言わないの。皆さん、船旅は楽しまれてますか。あなたは。はじめまして、私はゴードン、今回の調査の主催者です。この旅は参加いただきありがとうございます。あなたが。こちらこそお招きいただき感謝してるよ。こんな機会そうそうないからね。目いっぱい楽しませてもらうよ。危険な島に向かうというのにこの余裕、さすがですね。島まではまだまだかかりますので、それまでは船旅をお楽しみください。やれやれ、どんな奴が来るかと思ってたら女子供ばかりじゃないか。わしはピクニックに来たわけじゃないのだがね、ゴードン氏。この人は確か、そうだ、有名な教授だ。なるほど、本当に少数精鋭で行くみたいだね。心配には及びません。彼女たちは年こそ若いですが、その道では実績のある人たちです。必ずや財宝探しの助けとなってくれるでしょう。だといいがね。後で助けてくれなどと言わないでくれよな。それはお主も同じだ。いや、わし以外が踏み込むこと自体間違っておる。誰だ。彼は凄腕の霊媒師で、対海賊の呪いの切り札として招待しました。しかし今の言葉どういうことでしょう。あの島は人知の及ばぬ危険な世界。こんな子供はもとより学者風情の出る幕ではない。悪いことは言わん、今からでも引き返すがいい。なんだと。このわしを他のひ弱な学者どもと一緒にするな。こちとら食前食後の運動も常に欠かさず、トレーニング論の本も出版する肉体派の学者であるぞ。霊媒師だかなんだか知らないが、何度も危険地帯からの生還を果たした現地調査のプロに言わせれば、あんたの方がよほど危険だ。島の環境の厳しさにやられんうちに帰ったらどうだ。ふん、どうなっても知らんぞ。参加者同士の牽制の試合、まさに推理小説の展開じゃないか。楽しくなってきたぞ。しのぶ。どうしたの、お父さん。具合が悪いの。加齢臭のきついおっさんどもの醜い言い争い。何この地獄。もしかして俺、死んだの。それだけ悪態つけるなら大丈夫よ。すみません、少し席を外して父を潮風に当ててきますね。おい、誰か彼女についてやった方がいいぞ。なぜだい。付き添いが必要な子供ではないよ、彼女は。なんだ、知らないのか。今回のツアーにはとんでもない危険人物も参加しているらしいのだぞ。うっかり会って何かあったらどうするんだ。危険人物。はい、何しろ場所が場所ですから。腕利きの冒険者を招待させていただきました。ただ少々悪名の方も高いお方でして。ああ、噂をすれば。それではわしはここで失礼する。行きましょう、ゴードン氏。南西の方向、距離150。大きな気配を感じるな。大事の前の肩慣らしにはちょうどいいか。あれは
カオンのブラックリストで見たトワイライトキャラバンの歩く竜巻。ゴードンさん、ずいぶんと無茶したもんだね。あ、シグルドではないか。このようなところで会うとは、やはり我々は運命という名の鎖でつながれているようだな。君たち知り合いなのか。女子くんの交友関係の広さは怖いものがあるね。彼方より吹く災いの風に導かれてやってきた。そう、ただそれだけだ。言えるはずもなかろう。本当はと想像と幻想の混在せし鈍色の雲よ。闇絡みの乱雨を生みて凌暴たる白き砂漠に黒き恵みを与えん。タイダルロゴス。分かっている、分かっているぞ。無意味だということは、こんなことしても冥風戦記の新作は全く進まない。いつまでたっても原稿用紙は真っ白だ。最近大きな事件もなければシグルドとも会えていないからな。代わりにメンバーからネタ集めをしたくとも、あいにくみんなおのおのの用事で不在だし、はあ、刺激が欲しい。どこかに奇想天外、赤破天凶、危機快快なネタはないものか。すみません、トワイライトキャラバンの方で間違いないでしょうか。あ、うむ、我が名はアンネ・ローゼフォン・シュテッヒ・ファルム。トワイライトキャラバンが一人にしてジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズ団長だ。我らの悪名を知ってきたのであれば、さぞや水凶な依頼者か、もしくは敵だな。その二択であれば前者になります。実は、何？呪われし海賊島で財宝探しだと？はい。非常に危険な場所に向かうため、実戦に強い冒険者が必要ということで、トワイライトキャラバンのメンバーに参加していただきたいのです。なるほど、それは確かに我々が適任だな。ま、島の形が変わったりするかもしれないが構わんだろ。やったー、こんな大ネタが向こうから来てくれるなんてついてるな。参加できればネタ不足なんて一気に解消できるぞ。これはもう何が何でも行くしかないな。ですが人数の関係上、全員をお招きするのは難しく、誰かお一人の参加になってしまうのですが。一人だと？こんな絶好の機会を逃すわけにはいかないぞ。少々心が痛むが、許せ、同胞よ。そうか、それなら私が行こう。他の者は各自の仕事にかかりきりで当分戻らないと聞いている。さあ、一刻も早く雇い主に報告するがいい。ジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズの団長、アンネ・ローゼフォン・シュテッヒ・パルムが参戦するとな。あ、わかりました。そのようにお伝えいたします。さて、シグルドよ、ここは運命の筋書きに従い、我と共に呪われし戦場を駆け抜けるとしようか。それはダメだ。助手くんはこの探偵霞の助手。たとえ相手がトワイライトキャラバンだろうと、ここは譲れないぞ。探偵とその助手？なるほど、いい関係だな。だが私とシグルドは前世からの付き合いだ。血よりも深き我らの絆に勝てるものか。そうなの？女子くん、君も大概面白い人だな。でも付き合いの長さは関係ない。今回は私との同行が戦略だからね。戦
着か。それは仕方ないな。達者でな、シグルドよ。ジョボー。あれ、意外なほどあっさり引いてくれた。そして気の毒なほど落ち込んでしまった。でも今回は私も譲れないのだ。許してほしい。あの、どうかされましたか？しのぶさん、お帰りなさい。実は…なるほど、そういうことでしたか。では、代わりに私があの方についていきます。いいのかい？こう言ってはなんだが、彼女は少々扱いが難しそうだよ。ディアボロスも個性が強い子が多いので、そこはさして問題ではありません。問題なのは、負の感情にとらわれている状態で霊的な危険性がある場所に立ち入ることです。いかに強者でも、心が弱っていれば邪悪な霊につけ込まれてしまいます。ですので、あのままお一人で行動させるのは止めておきたいところです。なるほどね。それに彼女はトワイライトキャラバンのメンバー。その強さは折り紙付き。ならば行動を共にすることはお互いにとって有益というわけだね。わかったよ。それではしのぶさん、彼女のことは任せたよ。了解しました。それでは、あの方の人となりを教えていただけますか？会話を円滑に進めるために情報が必要ですので。あの、アンネ・ローゼフォン・チテヒパルムさん。はい。はじめまして。私、ランドソルで占い師をやっているしのぶと申します。はーい、占い師ね。で、占い師が私に何の用だ？はじめまして。私、ランドソルで占い師をやっているしのぶと申します。占い師ね。で、占い師が私に何の用だ？はい、かの有名な疾風のヘカーテとぜひお話ししたいと思いまして。私とね、なかなか見どころがあるではないか。ありがとうございます。ところで、今回の旅は誰かご一緒ではないのですか？強者とは孤独なもの。いつだってそうさ、いつだってな。そうですか。ぜひとも同行させていただけないかと思ったのですが、残念です。待つがいい。そう結論を急ぐな。話をしようじゃないか。しのぶさん、占い師だけあって人の扱いがうまいな。貴様の望みは分かった。だが、我が道はまさに修羅道。果たして占い師についてこられるかどうか。それでしたら、占いの他にも霊視や除霊なども可能です。決して足手まといにはならないかと。貴様は霊媒師なのか。なんという強行。これほどの逸材逃してなるものか。おほん、忍ぶと言ったな。はい、それでお返事は。いいだろう。共に歩むことを許そう。ありがとうございます。世に名高き疾風のヘカーテとの旅は、ではこれより行為の儀を行う。え、あの、一体何を。7つの海をすべし王者の魂を宿した戦闘服。
そしてそれが相棒と認めし者に託す服だ。どうだ、心が震えるだろう。よくわかりませんが、恥ずかしいです。おー、忍ぶ、なんと愛らしい。メイドの土産にいいものが見れて俺は満足だ。やめてお父さん、縁起でもない。まだ島に上陸すらしていないのに。事情は先ほど聞かせてもらったぞ、親父殿。忍ぶのことは私に万事任されよ。そして旅の終焉にはきっと親父殿も元に戻ることは必定。小娘、体は薄いが頼りになるな。期待してるぜ。なんて？皆さん、そろそろ島に到着します。上陸の準備をお願いします。いよいよだね、ジョシ君。今回ばかりは私も何が起こるか予想がつかない。君の力が必ず必要になるだろう。頼りにしてるからね。ここが呪われし海賊島。見たところ普通の無人島のようだけど、忍さん、何か感じるかい？そうですね、何かしらの強い念のようなものは確かに感じます。それが呪いの類かどうかまではまだ判断できませんが。あるのかもわからん呪いよりも、もっと現実的な心配をしたらどうだ。うむ、教授の言うことももっともだね。ここは南方の孤島、独自の生態系が築かれていることも考えられる。未知の魔物や病原菌などの危険性は十分に考慮すべき問題だね。ご忠告感謝するよ。分かっているならいいんだ。実際呪いとやらもこの島の風土病だとわしは思うがね。ちゃんと薬は用意してきたか？一見綺麗に見えても生水は絶対に飲むんじゃないぞ。皆さん、長旅お疲れ様でした。まずは我々の拠点となるロッジに向かいます。長時間の船旅で疲労も溜まっていることでしょう。本格的な探索は明日からにして、今日はゆっくりとお休みください。以上が嘆きの女神事件の顛末だよ。今思い返してもなかなかハードな事件だったね。時代は変われど常に闘争のただ中に身を置いているとはシグルドらしいな。そうだ、今度は忍の話を聞かせてもらおうか。そうですね、あれは。やめてくれ、忍の口から小僧のエピソードなんて聞きたくないよ。皆さん、お茶のおかわりはいかがですか？ありがとう、いただくとするよ。皆さんが楽しそうにお話しされているのを見ると、ここが危険な島だということを忘れてしまいそうです。このまま何も起きずに調査を終えられればいいのですが。ところで、あの霊媒師の老人はどうしてるのかな？夕食の時にも現れなかったが。ええ、ロッジに到着してすぐ部屋に閉じこもってしまいました。何でも海賊を呼び出し対話するらしく、絶対に部屋に入らないようにと念を押されまして。海賊と対話だと？そんなことができるのか？降霊術は霊媒師のスキルの一つですが、通常は一般霊を呼ぶときにしか使いません。悪霊や神の名を冠するものなど強力な霊体に迂闊に干渉すれば霊媒師自身に危害が及びます。普段の海賊が本当に呪いをもたらすような存在ならば絶対に呼んではいけません。うさんくさいと思ったんだよな、あのじじい。
本物かペテンしか知らないけど、止めるなら早いに越したことは。今の悲鳴、まさか。付き人さん、彼の部屋はどこだい？に、2階の一番奥になります。ジョシ君、行くぞ。忍、我々も続くぞ。おい、どうしたんだ？ドアを開けたまえ。教授、霊媒師さんは？わからん、鍵がかかっていて中に入れないのだ。えい、早く開けたまえ。お前、本物なのか？来るな、わしが悪かった。だから。誰かと話している。しかし部屋には彼以外誰もいないはずじゃ。まさか本当に海賊を呼び出したのか？やめろ、やめてくれ。声がやんだ。あの、大丈夫ですか？返事をしてください。拉致があかん。少々手荒になるが許されよ。アンナさん、待つんだ。中に人がいる。よし、これで入れるな。突入だ。トワイライトキャラバンっていつもこうなのかい？とにかく私たちも行こう、ジョシ君。失礼するよ。な、これは？エドワード・ディードなのか？かすみさん、あそこに倒れているのは。ああ、霊媒師さんで間違いない。ただ、おそらくもう。お前がやったのか？いや、そもそもその格好は何だ？顔を見せろ。降りた。待て！あっという間に森の中に。本当に亡霊か何かなのか？ジョシ君、私たちで追跡しよう。アンナさんたちは現場の保存と残った人たちの護衛を頼む。仕方ない、任されよう。二人ともどうかお気をつけて。だ、こう暗くては追跡は無理だね。これ以上続けてもミイラ取りがミイラになってしまう。一旦戻ろう。もちろん良くはない。だが何の準備もなしでは成果を上げることは愚か。返り討ちに遭う可能性だってある。何事も引き際が肝心だよ。それにやるべきことは他にもある。闇雲に追いかけるばかりが探偵じゃないのさ。まずはロッジに戻って現場をもう一度調べよう。え？私の聞き間違いかな、アンナさん。もう一度聞くよ。一体何があったんだい？だから消えてしまったのだ、霊媒師が。私たちのすぐそばから忽然と綺麗さっぱりと消えたって。そんなバカな、
人一人がそう簡単に消えるはずがないじゃないか。お二人のせいではありません。自分も目を離していましたから。まさか、まさかいきなり海賊が現れるなんて。え？海賊？一体どういうことなんだ？あの時何があったのか、私からお話しします。あれはそう、かすみさんたちが、ロッジを出てしばらくのことでした。かすみさんたち、大丈夫でしょうか？何？シグルドがついているのだ。何も心配はいらん。さあ、ここは我々に任せて、みんな部屋で休むがいい。すみません。よろしくお願いします。ああ、お前は残って二人を手伝ってあげなさい。かしこまりました、ゴードン様。では、わしも休ませてもらおうか。やれやれ、まさかついて早々事件なんて先が思いやられるな。それでは、私たちはどうしましょうか。かすみさんが戻られたら、現場の調査をするはずです。ですので私たちは、現場の保存に努めましょう。そうですね。どうかしたのか？後ろに。迂闊に攻撃するのは危険です。しかし。わあ、地震の爪がれば最まるで地獄の底から絞り出したような声だ。全身に悪感が走るな。どうした？霊媒師さんが消えた。というのが事の顛末です。すみません、自分が海賊にばかり気を取られていたせいで霊媒師さんを。あなたのせいではありません。あの場にいた私たち全員、海賊に目を奪われていましたから。もちろんすぐに人が入れそうなところは全て探したぞ。だがどこにもいなかった。ロッジの中や外も探したが、結果は同じだ。霊媒師は神隠しにでもあったかのように消えてしまったんだ。状況的に何者かが連れ去ったとは考えにくいです。これって完全に海賊の呪いでは。確かに奴の言葉は途切れ途切れだったが、警告のようにも聞こえたな。我が獅子の爪振らば最後であろうとか言っていた気がするな。
恐ろしい呪詛を吐くものだ。決断を下すのは早いよ。ただどのみちこれ以上の捜索は無理だ。明日ゴードンさんと相談してから今後の方針を決めようじゃないか。やれやれ、初日から予想外の大事件じゃないか。こいつは気を引き締めてかからないと危ないね。皆さん、おはようございます。昨晩は大変なことになってしまい、主催者として申し訳ない気持ちです。やはりこの島に手を出すべきではなかったのかもしれません。このまま引き返すことも検討しておりますが。待ってほしい。確かに事件が起きたことは残念だよ。だが私たちは危険を承知でここにやってきたんだ。事件の真相や財宝の謎をスルーしたまま帰るなんて、探偵の名がすたるよ。同感だな。あの霊媒師には悪いが、これくらいで値を上げてるようでは調査などできんからな。しかし安心しろ。そのために私が呼ばれたのだろう。貴様らの安全は私が保証する。忍も構わんだろ。そうですね、私もまだ目的を達成できていませんので、できれば調査の続行をお願いしたいです。わかりました。それでは安全性を考慮し、なるべく単独行動は控えていただきながら宝探しをしていきましょう。おい、あれを皆さんにお見せするんだ。はい、皆さんこちらをご覧ください。これは島で発見された石板で、島の大まかな地図と財宝を手に入れる方法が記されています。どれどれ。ふむ、この地図に記された資料、魔剣、悪魔の3つの試練をクリアするごとに鍵が手に入り、それで財宝の扉を開くというわけか。ぬ、さすがは最強の大海賊、面倒なことをしてくれるな。だがやることが明確でいいじゃないか。大海賊の試練、楽しませてもらおうか。頼もしい限りです。それでは出発しましょう。海賊め、体力を削る策とは姑息な真似を。それともこれが呪いというものなのか。いや、単純に道のりが険しいだけでは。でもまあ、南方特有のこの暑さは少々応えるね。ジョシ君、こまめな水分補給は怠らないようにね。結構歩きましたし、そろそろ最初の試練の場所についてもいい頃ですね。できれば涼しいところでの試練にしてほしいものだな。って、あれは。これは墓地ですね。それも広大な。よかったじゃないか。ここならきっと嫌というほど涼しいぞ。しかし、こんなところで一体何をするというのだ。地獄の底より溢れ出た資料どもを払うとかか。そういう力技で解決するのか、はたまた知恵を使わせるのか、いずれにせよ一筋縄ではいかないだろうね。とりあえずまずはここで何をするのかを探らないとだけど。おや、あれって石板じゃないのかな。やっぱりこれがヒントのはずだけど、何が書かれているのか。これは古い文字だね。見せたまえ。こういうのは専門家に任せるんだ。何々、
死霊の王ここに眠る。神女の扉を三度叩き謁見せよ。王の命を叶えしとき望みのものは手に入るだろうか。さすがは教授、神女というのはおそらくお墓のことだろうね。それを三回ノックしろってことなのか。もうこの墓地にあるお墓のどれかだろうね。さっと見ただけでも数百基はありそうですね。これを一つ一つ探していくとなると相当な労力が必要となります。教授、どれが死霊の王とやらの墓か分かりませんか？残念だが墓石に刻まれてるのはただの名前だ。それに古くてその名前すら判別できないものもある。厄介な話だ。こうなったら片っ端から確認していくしかないな。ほら、ちょうどここに他より豪華な墓がある。これは怪しいな。もしもーし。外れの墓石をノックするとゴーストが出る仕組みみたいだね。これでは人海戦術で探す手段も簡単には使えないな。見た目じゃ正解はわからないですし、一つ一つ確かめていったら何度ゴーストと戦わなければならないか。あの、ここは私に任せてもらえませんか？忍、何か方法があるのか？はい、海賊は強い思いを込めてこの島を海賊島として作り変えました。それはこの島の至るところから感じ取れます。この試練の正解にもおそらく海賊の思念が残っているはずです。私の霊感でそれを探り当てます。だが忍びよ、思念といってもここは何百年も前に作られたのだぞ。運よく残っていたとしてもそれは本当にごくごくかすかなものだ。そんなものをたどるとなると相当な集中力を要するはず。精神を激しく消耗してしまうぞ。いいの、私はかすみさんのように推理が得意だったりアンナさんのように強力な魔法が使えるわけじゃないから。むしろここが活躍のしどころだもの。わかった、無理はするんじゃないぞ。というわけで私は思念を探るのに集中するため他のことに手が回りません。どうかよろしくお願いします。貴様の心意気、確かに受け止めた。あとは我々に任せるがいい。しのぶさん、少し疲れが見え始めているね。試練突破も大事だが、しのぶさんも心配だ。一度この辺りで休憩するのはどうだろうか。いや、しのぶがやれるところまでやらせてやろう。知り合って間もないが、しのぶが強いのはよくわかる。そうだろ、シグルド。ここは君たちに従おう。どれ、若い者が頑張っているのだ。わしもできる限り手を尽くすと。どうかしたのか？うわぁ、ゴーストだと。あいた。教授、大丈夫ですか？心配ない、足をちょっとくじいただけで、うわ
向こうからもゴースト？それもすごい数だ。誰か墓に触れた人はいるかい？いえ、皆さん一緒に行動してましたから。誰かがそんなことをすればすぐに分かります。細かいことはどうでもいい。我々のすべきことは一つ、忍の邪魔をさせないことだけだ。手を貸せ、シグルド、カスミ。一匹たりとも忍に近づけさせるな。この程度の数で私に挑もうとは身の程知らずだな。なんと、あれだけの数の魔物をあっさりと片付けてしまうとは、やはり招待した甲斐がありましたね。まあこのくらいはやってもらわんとな。しかし一体何が原因で仕掛けが起動したのだろうか。可能性の一つではあるね。たまたま誤作動を起こしたか、あるいは私たち以外の招かれざる客がいるのか。招かれざる客、いい響きだな。まあそれよりも今は試練だね。さ、忍さんの後を追うとしよう。で、忍さん止まってる。どうかしたのかい？ここです。ここと言いましても、これは木ではないですか？いいえ、間違いありません。ここが死者の王の神女です。忍さん、一体何をする気だい？無茶をするな。まるでうちのメンバーみたいだ。お？おい、これって墓ではないか？そうか、長い年月で木に侵食されて墓石が見えなくなってしまったというわけか。忍さんがいなければ絶対に見つけられなかったね。さすがだな、忍。この私が目にかけただけのことはある。その手で王都の謁見に挑もうではないか。はい、それでは失礼します。あ、本当に出た。これが死者の王。こいつを倒せばいいのか。ステイステイ、ひとまずそのよらば切る的な思考をやめてほしい。こいつを見てごらん。墓石の表面が崩れて、その下に何か見えるよ。まあこれは絵だね。ただし書きもあるな。四人が舞いし眠りの舞を我に捧げよ。慈悲は一度。布教を開始時は御所の住人とならん。うお、なんという数のゴーストだ。先ほどの火ではないぞ。つまり失敗すればその場で彼らの仲間入りということですか？問答無用なこの仕打ち、実に最強の大海賊らしいな。生きて帰るには眠りの舞を成功させるしかないね。で、眠りの舞っていうのはおそらくこの絵のことかな。複雑な動きというわけではないけど、4人の息の合った動きが重要みたいだね。それならまず私が習得して皆さんに指南します。これでも舞は得意なので。バカを言うな。忍はもう十分やっただろ。あとはこいつらに任せとけばいいんだ。ごめんね、お父さん。最初は私にしかできない使命感で動いていたけど、みんなと一緒に冒険しているうちに
なんだか楽しくなってきちゃったの。だからお願い、最後までやらせてほしいの。しのぶ、そんなこと言われたらもう何も言えんじゃないか。おい、お前ら、ちゃんとしのぶの思いに応えろよ。さもなければゴーストの餌になる前に俺が呪い殺してやるからな。これは責任重大だね。それじゃあ踊るメンバーを決めようか。しのぶさんは決まりとして、あと3人だね。肉体派の学者として参加したいのは山々だが、先ほどの怪我が思ったより痛むのでな。若い者に譲らせてもらおう。そうだな、シグルド、カスミ、我々の絆の舞を見せつけてやるとしよう。まあ順当にいけばそうなるよね。しのぶさん、それでいいかい？もちろんです。このメンバーならきっと完璧に踊りきれるはずです。それでは始めていきましょう。アンナさん、先走りすぎですよ。一呼吸置いてかすみさんたちに合わせるようにしてください。あ、すまん。落ち着いて。かすみさんは少々動きが硬いですね。もっと全身を使ってしなやかに動くことを心がけてください。そんなこと言われてもこういうのあまり得意じゃ。おお、忍ぶの真面目さと責任感の強さがスパルタな形で発揮されてるな。こいつは大変だぜ。時は来たりに、生死をかけた死者の宴の幕開けだ。強引な盛り上げありがとう、アンナさん。忍さんはもとより、私たちもそろそろ限界だ。泣いても笑ってもこれが一回きりのぶっつけ本番。絶対に成功させよう。おいおい、頼むぜお前ら。俺と忍の命がかかってるんだからな。大丈夫だよお父さん、私たちを信じて待っていてね。それでは行きます。はっ、あらよっと。ここまでは我ながら完璧だね。ちょっと楽しくなってきたよ。あとはラストにフリーでポーズを決めれば終わり。あ、足が。しのぶさん、やはり体力の限界だったのか。任せろ、しのぶ。ジョシ君、私たちも。皆さん、ありがとうございます。ここで決めポーズです。はっ！忍さんを皆さんで支え合ってやりきりましたけど、これは成功なのか？おお、ゴーストたちが消えていきますよ。まったく肝が冷えたわい。消えた後に鍵があるぞ。忍、この鍵は貴様が受け取るべきだ。でも私は最後の最後に失敗しそうになってしまいましたし。何言ってるのさ、忍さんと一緒だったからこそ私たちも踊り切れたし、とっさにフォローもできたんだ。どうか胸を張って受け取ってほしい。わかりました。それでは、資料の鍵、
しました。いや、お見事でした。あなたたちがいれば残り2本も必ずや手に入るでしょう。さて、そう簡単に行くかな。次の試練も命がけになる可能性は高いし、それに不可解なゴーストの出現のような不確定要素もある。何より昨晩の海賊の件もまだ何も分かってはいないしね。楽観はできないよ。教授、足の具合はどうですか？普通に歩くくらいなら問題ない。だが島を探索したり試練に臨むとなると厳しいな。どう考えても足手まといになりかねん。わかりました。教授には今日一日お休みいただきましょう。お前は教授についていてやりなさい。そこまで年寄り扱いするな。島の探索の方が人手が必要だろう。しかし教授、霊媒師消失の件もまだ未解決なんだ。単独行動はお勧めできないけどね。それは奴が余計なことをしたからだろう。部屋に鍵をかけて閉じこもっていればそう危険なことはあるまい。水や食料も自前のものがあるから毒を盛られる心配もないしな。万が一襲われたとて簡単にはくたばらんぞ。日々の鍛錬は欠かしてないからな。だった。まったく、くれぐれもお気をつけて。お土産に次の鍵を持って帰ってくるよ。やはり教授の離脱は痛いね。専門的な知識が必要にならなければいいのだけど。教授自身が誇示してるんだからどうしようもないよ。怪我もしてるし、優秀な人だから軽率なことはしないはずだよ。だが、海賊の呪いが来たらどうする？あれは神出鬼没。果たして牢城ぐらいで防げるものなのか。海賊の呪い、本当にあるのかな。今は考えても仕方ない。私たちは試練の攻略に集中しよう。そうだね、何かうなり声のような。ふっ、魔物なら昨日も蹴散らしたところだ。いくらでも相手になるぞ。で、なんだこれは。これは犬型の人形か。それにしてもこの数は100や200じゃ効かないぞ。よく見ると向こうに洞窟の入り口らしきものがありますね。この犬たちがあの洞窟を守っているということでしょうか。今にも飛びかからんって感じだね。これ以上は迂闊に近寄れないよ。ならば昨日のゴーストと同じように魔法で蹴散らしてやろう。なんだ、やめろ。うわー、犬がアンナさんに向かっている。魔法に反応したのでしょうか。だとすると魔法による一斉除去は無理ですね。ではどうすればいいのですか。こんなの一騎当選の戦士を連れてこない限り攻略は不可能ですよ。いや、第一の試練を見る限りそういう仕掛けにはしないはずだ。おそらく今回もどこかにヒントがあると思うのだけど。おい、かすみ、あそこの草むらに何かあるみたいだぞ。助かるよ、父上。これは
魔剣の試練と書いてある。どうやらヒントの石板だね。魔剣の巣に入りて鍵を得よ。なるほど、極めてわかりやすいね。それとこれは道化師の絵ですかね。この絵についての説明は見当たりませんね。ただの落書きでしょうか。こんなところに無意味な絵を設置したりはしないさ。よく見ればこの道化師、笛を吹いているね。道化師、笛。そうか、童話の笛吹き男だ。犬笛であの犬たちをネズミのように誘導すればいいんだ。なるほど。しかし我々は笛など持ち合わせてません。今のは笛の音？ジョシュ君、君笛なんか持ってたのかい？なるほど、石板を隠していたこの草で草笛を作ったんだね。ファインプレーだよ、ジョシュ君。それじゃあジョシュ君に習い草笛を量産して犬たちを洞窟から引き離そう。これは本当についてくるもんだな。これで犬は全部引き離せたよ。あとは洞窟で鍵を手に入れるだけだね。そうですね。もう、しのぶさん、何か気がかりなことでもあるのかい？気がかりと言いますか、第一の試練に比べ随分と簡単に思えるのですが。考えていても千なきことだ。ゴールはもう目の前、あとは突き進むのみ。さあ続け、しのぶ。アンナさん、何か来ます。出た。三つ首の犬、これこそが魔剣の試練の本番みたいですね。ああ、びっくりした。おのれ魔剣め、無様をさらされた借りは返させてもらうぞ。くらえ。うん、なんて方向だ。鼓膜が破れそうだよ。それだけじゃありません。今の方向でアンナさんの魔法がかき消されてしまいました。親玉の方まで魔法対策完璧なんて。イエーイ、それなら左右から同時に仕掛けるぞ。しのぶ、ついてこい。アンナさん、待ってください。あいつもうやられやがった。しのぶ、逃げろ。ダメだ、左右の首の反応が早すぎる。あれをくぐり抜けていくなんてルカレベルの達人じゃなければ無理だ。はい、どうにか隙でも作らなければとても突破できません。ではその隙を作るとしようか。できるのか、そんなことが。できるよ。ただそれには君たちの協力が不可欠だ。とても危険な賭けになるが、それでもやってくれるかい？愚問だな。聞かせてもらおうか、その策とやらを。作戦自体はごくシンプルなものだよ。女子くんたち3人が魔剣に突っ込んでいき、その隙に私が洞窟に入って鍵を取る。それだけさ。手段は分かりました。
ですがご覧の通り、魔剣の反応速度は超高速。3人で挑んでも即返り討ちになり、隙を作ることなどできないのでは。闇雲に行ってはそうなるだろうね。でも3方向から同時に仕掛ければ隙は生じるはずだよ。なぜそう言い切れるのだ？魔剣の行動を見る限り、3つの首はそれぞれの方向にしか、例えば真ん中の首なら左右には対応しない。それは残りの2つも同じだ。3つの首がそれぞれ厳格に役割分担が決められているということですね。その通り。だから3方向からの同時展開で首はそれぞれの方向に反応し、引っ張り合い動きが止まる。超反応を逆手に取った作戦というわけさ。改めて言うけど、これは極めて危険な賭けだよ。3人の同時展開、そして魔剣をくぐり抜けるタイミング、まさに刹那の攻防だ。もし失敗すれば。ふん、一番危険な役を担っている者が何を言うんだ。隙は私たちにお任せください。必ずかすみさんを鍵の元へお届けします。ありがとう。それでは3人とも作戦開始だ。やはりかすみの予想通りだ。それぞれしのぶとシグルドにのみ反応している。そしてこのタイミングで3方向へ引っ張り合いが生じるはず。ビンゴ、動きが止まった。首の攻撃は来ないはずだ。怖い。だけど止まっちゃダメだ。振り返るな。一気に突き進め。まだです。代わりに後ろ足がかすみさんを狙っています。うわあ。さすがは鍵の番犬。うわあ。そう簡単に。おっ、いかな。いい加減にしてくれ。ミスリードバレット。魔法が消えた。そうか、足元だから方向にかき消されなかったのか。このまま一気にいくよ。よし、かすみのやつ洞窟に入ったぜ。忠実すぎだよ。もうだが、みんなが作ってくれたチャンス無駄にするもんか。静かになったな。あいつどうなったんだ。走馬灯が見えかけたよ。でも魔剣の鍵ペットだよ。魂のこもったスライディング見事だったぞ。そうかい。スマートさに欠けるから思い返したくはないんだけど。そういえば魔剣はどうなりましたか。警戒は怠らない方がいいのでは。ああ、心配いらないよ。私が鍵を取った途端おとなしくなったから。皆さんお疲れ様でした。様々な問題やトラブルもありましたが、この調子でいけばあっという間に全ての鍵が集まりそうですね。そういえば今回は特に不可解なことは起きませんでしたね。何もないに越したことはないさ。
ひとまず帰って休みたいね。さすがに身も心もクタクタだよ。そうですね。残してきた教授のことも気がかりですし、早くロッジに戻りましょう。教授、戻りました。あ、返事がありませんね。まさか、教授、教授。我々は教授の部屋に行こう。なんだか嫌な予感がするよ。教授、失礼します。ダメだ、中から鍵がかけられてる。アンナさん、任せろ。教授、大丈夫ですか？なんてことだ、教授まで。かすみさん、教授は大丈夫、生きてるよ。まずはベッドに運んで、できる限りの処置をしよう。ひとまず最悪の状況は脱したね。もっとも、いつ意識が戻るかはわからないけど。一体教授に何があったというのだ？先ほど調べた限りではドアは施錠されていたし、窓もしっかりと鍵がかかっていた。これでは誰も入ることはできないではないか。それに私たちは全員で試練に挑んでいました。途中で誰かが抜け出してロッジに戻ったということもありません。つまり誰も教授に危害を加えることはできなかったというわけだ。間違いない、これは海賊の呪いですよ。やはりここに来たのは間違いだったんだ。やめないか。皆さんお疲れでしょう。今日のところはひとまず休んで、今後については明日話し合うとしましょう。しのぶ、お前も休め。さすがに頑張りすぎだ。それでは私もしばし休息をもらうとしよう。いろいろなことが起こりすぎてさすがに疲れてしまったな。私も考えをまとめたら休むとするよ。みんなおやすみ。ジョシ君、後で私の部屋に来てほしい。さて、女子くん、今回の件どう考える？やはり海賊の呪いだと思うかい？勘が良くなったじゃないか。うん、今回の事件は海賊島という舞台、それに初日の消失事件や墓地での一件のせいでどうにも呪いだと思い込みがちだ。でもこういう場合、もっとふさわしい言葉があるのさ。密室殺人ってね。まあ今回は未遂だけど、別に呪いなら呪いで構わないさ。でもね、人間の犯行の可能性を考慮しないのは思考の放棄、探偵としてあるまじき行為だよ。だから今から教授の部屋を調べるよ。こっそりと、気づかれないようにね。現状可能性が一番高いというだけさ。確信はまだないよ。まああまり考えたくないけどね。さて、私たちが部屋に入った時、教授は床に倒れていた。ドアや窓は施錠され、外傷もなし。なるほど、呪いにやられたと言っても違和感はない状況だね。ただ一点を除いては。見てごらん、女子くん。教授が倒れていた場所付近に何か落ちてるだろ。これは
携帯食のかけらだね。つまり教授は食事中に意識を失ったということさ。この場合呪いと決めつけるよりまずは毒物を疑うべきだね。というわけで早速この検査薬で毒物の反応を調べていくとしよう。女子くん、君も協力してくれたまえ。教授の持ち物や手を触れそうな場所を調べるんだ。教授の手、水と食べ物からも毒物は出なかったか。そもそも食べ物と水は教授の自前のもの。外部から毒を仕込むことは難しかったはずだからね。女子くん、そちらはどうだい？そうか。だとすると、一体毒物はどこから入れられたんだ？わあ！って、なんだ、検査薬を落としただけか。気をつけてくれよ、女子くん。え？なんで、なんでこんなところに毒物の反応が出るんだ？もしやこれって、そういう…あれはエドワード・ディーだ。まるで私たちを誘い出そうとしているみたいだが、どうする。でも前に取り逃がさなければ教授もあんなことには。追いかけよう、女子くん。ここで正体を暴いて一気に事件解決だ。時間が惜しい。窓から出るよ。早いな。島に来てから肉体労働ばっかりじゃないか。私は探偵だぞ。うわあ、ちおしのうつめがればさいでろ。なんでさっきまで前を走ってたのに消えた。もう一体どうなってるんだ。本当に幽霊か何かなのか。だとしても絶対に逃がさないよ。初日に逃がしてしまった失態、ここで晴らさせてもらうよ。随分と走らされてしまった。ここはどこだ。それに海賊は本当だ。全く動く様子がない。さあ観念するんだ、大海賊。うわあ、ちおしのうつめがればさいでそれは警告のつもりかい？それとも呪詛か何かかな。残念だけどそんなものに屈するほど探偵はやわじゃ。わあ！え？うそ！これ穴！
どうやら二人とも教授の事件の捜査をしていたようで、その最中窓から出て行ったみたいです。はあ、なんてことだ。海賊の呪いがここまでだとは。私はどうすればいいんだ。ゴードン様、落ち着いてください。まだお二人ともやられてしまったとは限りませんよ。そんな、シグルド、そうだ、探しに行かないと。待ってください、アンナさん。そんな状態で行かせるわけにはいきません。でもシグルドとカスミがいなくなっちゃったんだよ。シノブは心配じゃないの？私はすごく不安で。その気持ちは痛いほどわかります。ですが、闇雲に探し回ってもご自身を危険にさらすだけです。それにあの二人なら大丈夫です。先ほど占いで無事だと出ましたから。本当にそうなんだ。よかった。おい、忍、無事ってのは言い過ぎじゃないか。かろうじて生きてるってのが分かっただけだろ。でもまずはアンナさんの不安を和らげたかったから。それに私自身も信じたかった。二人が無事だって。だからこれは自分に言い聞かせた言葉でもあるから。ありがとう、忍。少々情けないところを見せてしまったな。だが私はもう大丈夫だ。不死鳥のごとく蘇った私にかかれば不可能などあろうはずがない。行くぞ、忍。シグルドたちを見つけ出すのだ。ジョシ君、ジョシ君、起きたまえ、ジョシ君。見ての通り穴の底だ。私たちは昨晩何者かにこの穴に突き落とされた。幸い穴の底には木の葉が堆積していて、それがクッションとなったおかげで無事だったわけだ。まあ落下の衝撃と疲労で気を失ってしまったのだが、女子くん本当にすまなかった。探偵としての仕事に夢中になるあまり注意を怠り、敵の罠にはまり、君まで巻き込んでしまった。探偵小説を読んでいて犠牲者を出してしまう探偵に納得がいかなかったが、それを私自身がやってしまうとは。私は探偵失格だよ。ジョシ君、でも本当に君は頼りになる助手だね。そうだ、私が憧れる探偵たちも幾度となく窮地に陥った。そしてその度に立ち上がり事件を解決に導いてきたじゃないか。ありがとう、助手君。探偵かすみのこれからの活躍に乞うご期待だ。そして実は今回の事件の真相にあらかたたどり着いているんだ。それを証明するにはまずこの穴から脱出しなくてはならないが、道具もなしに登るのはちょっと無理そうだね。葉っぱがこんなにあるんだ。長い木の枝やツルとかあるかもしれない。使えそうなものを探すんだ。ん？あ、この感触。やったぞ、女子くん。横穴だ。ここを通ればどこかに繋がっているかもしれない。ついに私たちにも被害が及ぶようになった今、アンナさんとシノブさんも安全ではいられないはず。躊躇している時間はないよ。急ぎ二人と合流しよう。暗いし狭いし最悪じゃないか。もしこんなところで生き埋めにでもなったらと思うとゾッとするよ。でも今はこの狭い穴だけが
イチルの望みだ。信じて進むしかない。落ちてしまったな。でもここはどこかの洞窟に繋がっていたようだね。もうさっきの穴に戻ることもできない。あとは前進あるのみだ。行こう、ジョシ君。ほーい、カスミ、シグルド、どこだ。見つからないな。あの二人が危機に陥るとはよほどのことがあったのだろうな。どうせ小僧が足を引っ張ったに決まってる。またお父さんがそういうこと言うんだから。まあシグルドは少々頼りないところがあるのは確かだ。だが気づけばシグルドに助けられているし、頼りにしている。不思議なものだな。ええ、それは私も同じです。かすみさんもまた彼を信頼しているからこそ助手としているのでしょう。そう考えると私たちなんだか似た者同士なのかもしれませんね。確かにな。そうだ、財宝が手に入ったら4人でまた旅に出ないか。楽しそう。もちろん行きたいですが、ですがその前に父の問題を解決しないと。おお、忍ぶ、ちゃんと俺のことも考えてくれてたんだな。お父さん感激。っていうか、ここはどこだ。話しながらだったので、いつの間にか遠くまで来てしまったな。もしかすると、かすみさんたちも何かを追っているうちに遠くまで行ってしまった可能性はありますね。案外、第三の試練に行ってるかもしれないな。これ以上闇雲に探しても仕方ない。試しに行ってみるとしよう。第三の試練？なんて大きな悪魔の絵。でもこれで一体何をするというのでしょう。大海賊とやらは存外フェア精神があるらしいな。見ろ、あそこに石板がある。どれどれ、相当の悪魔の試練。なるほど、どうやらこの試練は4人必要みたいだ。2人を鎖につなぎ、そしてもう2人が交互に魔力を送り悪魔の持つ範囲をいっぱいにする。ただし少しでも溢れさせると、ということだ。4人となると、どうしてもかすみさんたちを見つける必要がありますね。なんてことだ、行き止まりじゃないか。あ、でもよく見るとこれ悪魔の壁画？ということはここって第三の試練なのか。その声、かすみ、かすみなのか。シグルドも一緒なのか。え、アンナさん、壁画の向こうにいるのかい。はあ、よかった、本当によかった。おい小僧ども、俺の可愛い忍を散々心配させたんだ。相応の説明はしてもらうぞ。ああ、本当にすまなかった。実は、なるほど、海賊を追っていたというわけか。ぬくぬくと休んでいた自分に腹が立つな。
いや、これは秘密裏に行動した私の責任だよ。その上まんまと罠にはめられこのざまだよ。情けない話だね。でもそれなりに収穫もあったし、ひとまず合流したいところだけど、まずはこの悪魔をどうにかしない限り外に出られないんだ。時間が惜しい。早速試練を始めようじゃないか。私たちは構いませんが、お二人は大丈夫ですか？ろくに休まれてもいないのですよね。お気遣いありがとう。でもいい加減暗くて神器臭いところから出たいからね。ふっ、さすがは名探偵、余裕だな。それでは魔法関係は私に任せてもらおうか。それじゃあもう一人は私が受け持つとしよう。ジョシ君としのぶさんは鎖をつけて見ていてくれ。では先陣は私が切ろう。我が魔力の本流を見よう。わあ、アンナさん、多すぎ多すぎだよ。すまない、いつも強力な魔法ばかり使ってるからあまり調整が効かなくて。それなら私が微調整していこう。ほんの少しだけ。よし、この調子で続けようか。ふう、次にアンナさんが魔力を送った後に私が微調整すればぴったり灰をいっぱいにできるはずだ。ラストの美味しいところは譲ってやろうな、しのぶ。ジョシ君、顔色が悪いよ。大丈夫か？あ、アンナさん、灰が…なぜだ？灰が勝手に満ちていくぞ！魔法が使えないジョシ君の突然の衰弱。ということは、魔力ではない何かが吸われているのか？そうか、生命力！おそらく、ある程度灰が満ちたところで鎖につながれた二人から生命力を吸い取る仕掛けなんだ。ジョシ君、鎖を外すんだ。なんてことだ。こうなったら早急に試練を突破するしかない。次はアンナさんの番だ。この危機を乗り越えてほしい。そんなだって私じゃ霞のように魔力の調節が効かないし、徐々に増えていくこの状況でうまくやれなんて無理だよ。アンナさん、しのぶ、ごめんなさい。散々大きな口を叩いておいて、実際の私はこんなにも情けない。そんなことないですよ。知り合って日は浅いですが、あなたはいざという時に決められる人だと分かっています。しのぶ、なんでそんな落ち着いているのだ？私のせいで命を落とすかもしれないのに。おかしなことを聞きますね。アンナさんなら大丈夫だと信じていますから、何も心配していないだけです。歩く竜巻のかっこいいところ見せてください。しのぶ。ああ、もちろんだ。あとは任せておけ。はい、どうかご分。しのぶ、おい、しのぶ！意識を失っただけだ。おい、アンナ、しのぶに託されたんだろ。ならお前はお前のすべきことをやれ。そうだな、親父殿。ここで答えられなくて何が仲間だ。見せてやろう、ジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズ団長の底力を。
せるな。今まで意識してなかったが、強大な魔法を使えるということは、同時に魔力の制御にも長けているということだ。ならば、わずかに魔力を送るくらい造作もない。どうなった。愛がぴったり満ちているよ。見たか、アンネル・オーゼフォン・シュテヒパルムにカノーはないのだ。あ、女子くんの顔色が、抜かれた生命力が戻ってきたんだ。そうか、シノブ、貴様はどうだ。はい、おかげさまで。まだ少しふらつきますが。見てください、肺にひびが。おお、崩れた肺の中から鍵が出てきたぞ。これが悪魔の鍵か。ということは、これで全ての鍵が揃ったということだな。まずい、壁まで崩れそうだ。急いで鎖を外して退避だ。私もアンナさんたちだけでも逃げてください。バカなことを言うな。こんなもん俺が。ほんにゃ、親父殿の言う通りだ。こんな瓦礫などあれ、私無事。当然だ。貴様が信じたこの私にかかれば、この程度の危機など恐れるに足らんぞ。こいつ、絶妙な魔力コントロールで周囲に被害が及ばないよう瓦礫だけ消し飛ばしやがった。やるじゃないか。おーい、アンナさん、シノブさん。それほど時間は経っていないのに、何十日ぶりの再会みたいな気分だよ。それは私もです。とにかくお二人ともご無事で何よりです。まあ、私は最初から無事だと信じていたがな。それにしても疲れた。本当に疲れた。アンナさんは今回の主君者だからね。本当に助けられたよ、ありがとう。でも疲れているところ本当に申し訳ないのだけど、もう一仕事を手伝ってはもらえないだろうか。一仕事ですか。ああ、海賊の呪いを解く手伝いよね。二人ともよくぞご無事で。あなた方まで海賊の呪いにやられてしまったのではないかと心配していましたよ。まずはお二人ともお座りください。お腹は空いてませんか。すぐにお食事の用意をいたします。ありがとう。でもその前にお二人に大事なお話があるので、どうか聞いていただきたい。大事なお話とは。もちろん霊媒師消失事件、そして教授の密室昏睡事件の真相だよ。事件って、あれは海賊の呪いでは、とても人間の仕業とは思えませんが。確かに。だが昨夜私と女子くんは何者かに穴の中に突き落とされてね。抜け出せなければ今頃呪いの仕業にカウントされていただろうね。なんと。しかしこの島には我々しかいないのですよ。
一体誰がやったというのですか？そう結論を急がないで、一つずつ解説していくので聞いてほしい。そうだね、まずは霊媒師消失事件から行こう。発端は霊媒師が海賊の霊を呼び出したことが始まりだ。だが現れた海賊によって彼は倒され、そして消された。はい、今思い出してもゾッとしますね。うん、なんとも奇妙奇てれつな話だね。まるで呪いだよ。でもこれは呪いなんかじゃない、れっきとした人の手による犯行だ。まさかそんな、そう言い切る根拠はお持ちでしょうか？もちろん。それでは消失事件の方から解いていこうか。結論を言うと、霊媒師は消えてないんだよ、最初から。しかしアンナさんたちは目の前にいた彼に気づけなかったんだ。何を言ってるんですか？人一人隠すなんて相当の重労働。あんなわずかな時間に気づかれず行うなんて不可能です。それができるんだよね、霊媒師の消失時、アンナさんとしのぶさん、そしてあなたは突如現れた海賊に目を奪われていた。それは間違いないかな？はい。あの部屋には霊媒師が持っていたカバンがあったよね。その間に彼はカバンに詰め込まれたんだよ。ありえません。あんなカバンに人間を詰め込むのは絶対無理です。だろうね、私もそう思うよ。でもそれは人だったらの話だよ。それはどういうことでしょう？霊媒師だと思っていたのは偽物だったんだ。おそらくは服に詰め物か何かしていたんだろうね。それならあのカバンにだって詰めることができる。部屋が薄暗かったのも今考えれば偽物だと気づかれにくくするための演出だったのだろうね。待ってください。あなたの言う通り、霊媒師さんが偽物だったとして、それでは本物はどこへ行ったというのですか？ちゃんといたじゃないか。あの海賊が霊媒師だったのさ。あれが？何者かと会話している声、ドアを開けて目にした光景のおかげで、海賊と被害者の霊媒師という形に完全にミスリードされてしまったね。というわけで以上が第一の事件の真相だよ。そしてこの真相が以降の事件の前提を覆すことになる。呪いと目されていた第一の試練でのゴーストの発生、そして教授を混沌させることが海賊の呪い以外でも可能となる。しかしそれはあくまで可能というだけではないですか。実質に籠城した教授を混沌させるのは人間では不可能です。いや、可能だよ。この事件は密室と毒物を用いることで人間には不可能な呪いを演出していたんだ。それこそ無理ですよ。教授は自前の水と食料を持ち込んでいました。誰も毒を入れることはできないのではないですか？誰も食べ物に入れたなんて言ってないよ。毒を使うタイミングは教授が部屋を出た時さ。でも教授は部屋から一歩も出なかったのでは？いや、食料持参で籠城しても解決できない問題が一つある。それがトイレだ。トイレだけは部屋から出なければいけなかった。そして犯人はそこを狙った。トイレの蛇口、タオル、あるいは部屋のドアノブ、いずれかに毒を塗って教授に触れさせたんだ。おや、どこか特定できてないのですか？それでは説得力が薄いのではないのでしょうか？どうせ拭き取った後だろうからね、特定は難しいよ。教授の手はもちろん、手を触れそうな場所からも反応は出なかった。ではやはり毒ではなく呪いなのでは？ところが意外なところから毒は検出されたんだ。何ですって？目論見通り、教授は部屋に戻ると毒に触れた手で食事をして毒にやられ、
同時に自身で密室を完成させてしまった。でもその前に教授はあることをして毒の痕跡を残したんだ。あることとは？筋トレだよ。教授は食事の前に運動をすると言っていた。そして腕立て伏せをしたんだろうね。床にしっかりと手形の毒の反応が残ってたよ。教授の行動を読み切れなかったこと、教授に気づかれないように無色透明の毒を使ったことがあだとなったね。以上が呪いではなく人間による犯行だということの証明だよ。なるほど、よくわかりました。まさか彼の犯行だったとは。有能な霊媒師と聞いていましたが、とんな見込み違いでしたね。待っていただきたい。確かに海賊への入れ替わり、墓地での騒動、そして教授の事件は彼の犯行で間違いないはずだよ。でも霊媒師の消失事件だけは彼には不可能だ。あの時霊媒師の衣服をカバンに詰めることができたのは付き人さん、あなただけだよ。それと海賊が窓から逃げた後にあなたが森に逃げたと言いましたが、あれもミスリードだったのではないかな。確か霊媒師の部屋のすぐ下はあなたの部屋だったよね。そこにかくまっていた、違うかい？お前、霊媒師とグルだったのか。なんてバカなことをしてくれたんだ。もういいでしょう。確かに彼らは実行犯だ。だが一連の事件の首謀者、海賊の呪い、それはゴードンさん、あなただ。ふん。探偵というのは口は達者でもジョークのセンスはいまいちみたいですね。私が犯人？何をバカなこと。動機がありませんよ、動機が。財宝が目的なのに参加者をいちいち消す理由がありません。逆にあなたは犯人の才能があるようだね。いいよ、続けようか。動機の話だったね。それは私たちこそ島の調査、そして世に海賊の呪いを知らしめるための真の先遣隊なのだろ。各分野の優秀な人材を招待した宝探しの調査隊。なるほど、そこに嘘はないね。でもやはり人員が少なすぎるよ。本気で攻略したいならこの倍の人数を招待するべきだ。そうしなかったのはなぜか、参加者に消えてもらうつもりだったからさ。人数が多ければその分手間も増えるからね。大海賊の財宝なら奪ってでも欲しい人はいくらでもいるだろう。そういった者たちを断念、牽制させるためにありもしない呪い、そして先遣隊の全滅をでっち上げた。そこに今回の調査で優秀な参加者たちが呪いにやられたとなれば、海賊の呪いの恐怖は一層強まる。海賊の試練を攻略しながらさらに呪いの恐怖を演出し人々を遠ざける。あなたにとって今回の調査はまさに一石二鳥だったはずだよ。か、仮にそうだとしても、ここまで謎を解いてきたあなたを消すことに何のメリットもありませんよ。それは私が事件の真相に迫り計画の邪魔になったからだろうね。もし今回財宝にたどり着けなくても、この島の所有者はあなただ。次もあるし、探偵が消えたとなれば呪いに箔もつくってものさ。ねえ、黙って聞いていたが全部あなたの勝手な憶測に過ぎない。私を犯人にしたければ証拠、そう、証拠を示していただきたい。うむ、それはもっともな話だね。それじゃあ呪い自身に聞いてみるとしようか。海賊だと？来るな、来るんじゃない、武器を下ろせ。やめろ、お前雇い主に逆らうつもりか。ようやく認めたね。
みんな出てきていいよ。ふん、自らの策に足をすくわれるとは哀れだな。さあ貴様もいい加減、呪いという名の虚構の衣を脱ぎ捨てるがいい。ごめんなさい、ごめんなさい。僕たちはゴードンさんの命令に従ってただけなんだ。全部あの人が仕組んだことで、僕は金で雇われただけなんだ。では墓地での大量のゴースト発生や教授の件も貴様の仕業ということか？はい、墓地では呪いの演出のためにこっそり皆さんの後をつけゴーストを発生させました。教授にはトイレの蛇口とタオルに毒を仕掛け、教授が倒れた後に全部引き取りました。勝手にベラベラ喋るな、この恩知らずが。お前にどれだけ報酬を払ったと思ってるんだ。証拠を見せろとおっしゃっていましたが、こちらをどうぞ。付き人さんの部屋で見つけた霊媒師の衣装が入ったカバンです。やられましたね。馬鹿正直に推理を聞いている間に証拠を抑えられてしまいましたか。みんなお疲れ様、迅速な仕事ぶり感謝するよ。ふっ、霞の名推理を聞くために速攻で片付けてやったぞ。さてゴードンさん、これだけの証拠を前にしてまだ反論はあるかな。私としてはこの辺りで幕引きとしたいところなんだけどね。くそ、ガキが調子に乗り上がって。本当なら証言者として一人は残しておくつもりだったが仕方ない。おいお前ら、ガキどもを始末しろ。それで失態はチャラにしてやる。もうやめましょうゴードンさん、これ以上この島で愚行を続ければ本当に海賊の呪いが降りかかりますよ。海賊の呪いなんて全部俺たちのでっち上げだろうが。とっとと言われた通りにし。うわあ、あっち、おお、しの、うつめが。さいでろ。海賊だと？だがそれはこの男の変装だったはず。貴様、これはどういうことだ？知らない。僕は言われたことをやってただけだ。あんなの知らないって。嘘だろ、本当に海賊の呪いだとでも言うのかよ。悪かった、確かに計画は俺が立てた。でも犯行のトリックは全部こいつが考えてやったことだ。俺は誰も傷つけてないんだ。だから見逃してくれ。諦めましょう。私たちは海賊の名を汚した裁きを受けなければなりません。お見事でした、かすみさん。あなたを招待した時点で我々に勝ち目はなかったのですね。さあお二人とも目を閉じ祈りながら静かに最後の時を迎えるとしましょう。バカ言うな、こんなところで死んでたまるか。こうなったら俺一人でも生き延びてやる。明かりが。うわあ、死の、死の、うつめがれば。さいでろ。あっ、やだ、やめろ。
お助け！ん？明かりがついたな。うわあ！ゴードンさん、付き人さんと偽霊媒師さんも。あの海賊、またしても同じ警告を発し続けていたな。一体どれほどゴードンたちに強い恨みを持っていたのだ。ハンナさん、それってどういうこと？何がだ？いや、それは後にしよう。ひとまず3人を部屋に運ぼう。悪人とはいえども、できる限りの手は尽くしてみるよ。お疲れ様でした。3人の様子はどうでしたか？症状は教授と同じく昏睡状態だ。現状、私たちにできることはないね。しかし教授は毒にやられたが、あの3人は一体何が起きたのだ？で、これからどうすんだ？首謀者が全滅したから、お宝は俺らで独占できるぜ。独占するかはともかく、財宝のありかに行ってみないかい？これほどの人たちを翻弄した者の正体、興味あるだろ？おお、これはまた雰囲気のある空間だね。それにすごく広い。いかにも最後といった感じだね。最王に巨大な扉があるぞ。さしずめ、ここは大扉の間といったところか。あの扉の向こうに海賊の財宝があるということでしょうね。それで財宝はどうするのですか？別に財宝が欲しくて来たわけじゃないからね。しかるべきところに管理をお願いしよう。そうか。まあ、関係者があんなことになってしまったからな。でもな、大海賊のお宝欲しいな。アンナさん、まあとりあえず現物を見てから判断しようか。とかなんとか言ってたのに、まさかまさかの鍵穴が4つ？バカな！試練は3つしかないのだろう？それでは残る鍵はどこにあるというんだ？あの石板に書かれていたこと自体が嘘だったという可能性は。なんとも言えないけど、事情を知っている人間がみんなやられてしまったからね。でも、もしかすると…ひとまず、ロッジに戻りませんか？さすがに皆さん、お疲れのはずですから。そうだね。4本目の鍵のことは、明日また考えるとしよう。君は最高の助手だよ。こうしちゃいられない。早く大扉の間に向かおう。でも、もしその鍵でも開かなかったら。その時は鍵を全て破棄してしまおう。財宝が拝めないのは残念だけど、
争いの種は立っておくに越したことはないからね。賛成です。これがなければあんな事件も起きなかったですから。それでは今度こそ財宝とご対面と行こうじゃないか。いよいよだね、ジョシ君。それでは最後の鍵を回してくれ。なんだよ、開かないじゃないか。期待させやがって、バカ小僧が。お父さんやめて。でもこうなると完全に手詰まりですよね。仕方ない、財宝は諦めよう。ここまで苦労してきた分、一気に疲労感が襲ってきたよ。そうだな、もう鍵の破棄すらどうでもよくなったよ。さっさとこんな島おさらばしようじゃないか。ようやく邪魔者がいなくなったな。やはり最後に勝つのは俺だったというわけだ。ディード、俺はやり遂げたぞ。なんだ、どうして、どうして扉が開かないんだ。何事も焦りは禁物だよね。特に大きなことをなす直前は細心の注意が求められるものさ。この鍵はまさか。あなたはよくご存知だよね。そう、ロッジの鍵だよ。ちなみに本物はこちらにちゃんとあるよ。にわかには信じられませんが、本当にこの方だったのですね。ああ、一連の事件の犯人、海賊の呪いの正体はあなただよ、付き人さん。なるほど、まんまと一杯食わされたってわけか。だがなぜ俺が真犯人だってわかった？昨日の2度目の海賊出現時、他の2人が怯える中、あなただけどうも落ち着きすぎていたのが気になったんだ。まるで裁きを下すのが自分だと言いたげな余裕を感じたよ。そして確信したのはあの海賊だよ。海賊は偽霊媒師が演じていたわけだが、どうにもその動きに違和感を覚えたんだ。私たちが追いかけた時の人間らしい動きをする海賊に比べ、初日の夜にアンナさんたちが見たもの、そして昨晩現れたものは動きもなく、まさに亡霊といった佇まいだった。さらにアンナさんの言葉でより違和感の正体がはっきりしたんだ。あの海賊、またしても同じ警告を発し続けていたな。一体どれほどゴードンたちに強い恨みを持っていたのだ。アンナさんに詳しく聞いたら、私とジョシ君が追跡した時に聞いた言葉とも全く同じだったよ。呪いや悪霊にしてもいささか機械的すぎるよね。それにゴードンさんたちを狙いに来ていたあの場面で今さら警告なんて意味がないしね。だとするとこれは同じ言葉を言っているのではなく、それしか言えない何かだと推測できる。つまり海賊はもう一人いる。そしてそれはそういう幻のようなものなのだろう。では誰がその幻を見せていたのか。幻が現れた時、必ずそばにいた人物が一人だけいたんだ。それが彼というわけですか。そして確信に至ったのは、昨日3人が倒れた後に介抱している時だ。ゴードンさんと偽霊媒師にはごくごく小さな注射の跡があった。だけど付き人さんからはそれが発見できなかった。自分に毒の注射針を刺すわけにはいかないからね。そこまで気づいていながら注射器を探さなかったのは、俺を泳がせるためだったのか。そういうこと。でもあなたはよくやったと思うよ。注射器や明かりが消える仕掛けは前々から用意していたのだろうけど、
私の帰還と推理の披露は完全に予想外だったはずだ。そこであえて罪を認め、罰を受けるふりをして表舞台から姿を消すという方向へシフトしたのは素晴らしい起点だったね。あのお祈りも目を閉じることで暗さに目を慣れさせていたのだろう。ゴードンさんよりよっぽど切れ者だったわけだね。探偵に褒められたところで嬉しくもなんともないがな。しかし、なぜこの男は一度は舞台から退場したように見せるなんて回りくどい真似をしたのだ。それは消えたと見せかけ、財宝を独り占めする機会を伺うためだね。おそらくだが、彼が持ってるんじゃないのかな、最後の鍵を。そうか、最後の鍵を持っているからこそ、すべての鍵の破棄なんて聞いたら再び舞台に上がらざるを得なかったというわけか。それに万が一偽物の鍵でも扉が開いてしまえば財宝は手に入らないという可能性も考慮すれば、やはり出て行かざるを得なかったのでしょう。その通りだ。あんな嘘がバレバレの三文芝居だ。くそ、本当に忌々しいよお前ら。それであなたは一体何者なんだ。最後の鍵を持ってるなんてただの付き人ではないはずだ。一応苦楽を共にした仲だからな。いいだろう、教えてやるよ。俺はエドワード・ディードの末裔。そして俺こそが財宝を受け継ぐ正当な後継者だ。その鍵、どうやら嘘じゃないみたいだね。もっとも一族はとうの昔に没落し、俺の代では日々食うのがやっとな有様。俺に受け継がれたのはこのディードの鍵と、鍵に隠された仕掛けが見せるディードの幻影とメッセージだけだった。メッセージ？あの呪詛じみた警告画か？お前らには警告だの呪詛だのに聞こえていたのか。勝手に勘違いしてくれて助かったぜ。あれは正真正銘ディードからのメッセージだったのさ。我の血を継ぎし者よ、四の力持て。彼の地で三の鍵を集めよ。さすれば貴様が持つ最後の鍵が財宝の扉を開くであろう。アリシヒのディードの幻影とその言葉を支えに、俺は辛い日々をどうにか生き続けてきた。いつか自分の船で海に出て財宝を手に入れるって夢を抱きながらな。もっとも言葉の方は何度も何度も聞いたせいで壊れて、もう何を言ってるかわからなくなっちまったかな。あの呪詛のような言葉はそういうことだったのか。そして俺は成長し、ゴードンの元で働き始めた。知っての通りあいつはろくでもない悪徳商人だ。そんな奴の下につくことの悲惨さは想像に難くないだろう。だが奴のそばにいれば金回りもいいし、裏の情報も手に入る。するにはディードの財宝を探しに行く準備が整うまでの辛抱だった。だが運命ってのは残酷だ。島を発見したのは俺じゃない、ゴードンだ。そして奴は財宝の正当な後継者である俺を差し置いて財宝を独り占めしようとしやがった。ふむ、それがゴードンさんに反逆する理由なのか。いや、それだけじゃねえ。奴は勝手に呪いなんかをでっち上げ、財宝を回収したらこの島をレジャー施設に作り変えようと計画してやがった。ゴードンは俺の夢を奪い、
雨津さえ大事なものを汚しやがった。許せるはずがないだろう。だから俺はゴードンの協力者のふりをしながら参加者に謎を解かせ、最終的にゴードンをも始末して全てかっさらうつもりだった。なあ、俺は間違ってるか？大事なものを守ろうとした、ただそれだけなんだぞ。あなたが財宝を手に入れる正当性はあると思うし、それを奪おうという気もない。ゴードン氏を許せないと思うのも理解できるよ。でもそのために罪を重ねたのは許されない。探偵として見過ごすわけにはいかないんだ。もうこれで幕引きにしないか？やはり探偵なんか呼ぶんじゃなかったな。だがすでに勝った気でいるのは早計じゃないのか？この後に及んでハッタリか？見殺しいぞ。考えてもみろ、最強の大海賊が幻影を見せるだけの仕掛けなんか残すと思うか？さあ一暴れしてくれ、ご先祖様！うわあ、ちぃ、おぉ、しんの、うつめ、が、れば、さい、で、みんな気をつけて。あれ、ジョシ君、引っかかったな。お前らならたとえハッタリでも一瞬そちらに注意を向けると思ってたよ。いくらお前らが優秀でも人質がいたんじゃ手も足も出せないだろ。さあ一人ずつ順番に鍵を使ってもらおうか。ジョシ君、すまない、シグルド。そして最後の鍵を俺が使う。ついについにこの時が来た。さあ扉を開け。開きませんね。鍵が偽物だったのかもしれねえな。そんなわけがあるか。俺は正当なる子孫だぞ。くそ、一体何が足りないんだ。なんだこの揺れは。地震？近くなき者、道を誤りし汝らに罰を下す。この声、ディードの罰ってどういうことなんだ。気をつけろ、上から何か来るぞ。はい、つつ、一体何が。こいつは驚いたね。あんたはエドワード・ディード。なんで俺はあんたの。残念ながらあれはあなたのご先祖様ではありません。おそらくは高度な技術で作られたオートマタかと。差し詰め、財宝の守護者といったところだね。あれをどうにかしない限り財宝にはたどり着けなさそうだ。ルートオブバインド。さあジョシ君、今のうちに彼を安全な場所まで。
高速魔法をいとも簡単に。危ない、シグルド。バカな、無傷だと。長い攻撃、人形ならではの効果領域、そして生半可な攻撃じゃびくともしない耐久力、最後の難関にふさわしい強敵だね。のんきに分析してる場合か。あんな化け物に勝てるわけがないだろう。さっさと逃げるぞ。いや、あの猛攻をかいくぐり全員で逃げ切るのは至難の技だよ。それにいいのかい、悲願の財宝はすぐ目の前だよ。でも死んでしまったら元も子もないだろう。大丈夫です、私たちは勝ちますよ。忍、それは占いの結果なのか。いいえ、単なる確信です。いいではないか、そいつは何よりの吉報だ。ところでアンナさん、あなたはもっと強力な魔法は使えるのかい。私を誰だと思っている。とっておきを見せてやるさ。ただ呪文の詠唱に少々時間がかかるのが難点だが。了解した。それじゃあ女子くん、忍さん、私たちで一頑張りするとしようか。はい、それじゃあお父さんはここで待ってて、父のことよろしくお願いします。無理するんじゃないぞ、最悪お前一人でも逃げるんだぞ。ありがとう女子くん。ああ、それと付き人さん、あなたは距離を取ってじっとしていてくれ。申し訳ないけど、そちらをフォローする余裕はなさそうだからね。でも安心してほしい、私は救える命を見捨てたりはしない。たとえ犯人だろうと救ってみせる、それが私の探偵としての生き様さ。ここから先は強き者のみが生き残れる修羅場だ。戦わぬ者は猿がいい。死は等しく誰のもとにも訪れます。ですがあなたの場合はまだ先です。今はただ生き残ることを考えてください。お前たち、吹き鳴らせ混沌楽土の怠惰な魔敵。愚者と冷徹なる審判者、ウロンなる伽藍より溶け落ちる月を見る。千の獣の方向は黒きデードの王に捧げ。引けません。やらせません。くぞ持ちこたえてくれたな。さあ共に終局の時を祝おうぞ。受けてみよ、ブラックエンドカラミティ我が究極魔法の前ではいかなるものでも立っていることは叶わん。それはあなたもです。でもお見事でした。
さすがは疾風のヘカーテです。無論だだが今回はそのみんなのおかげ、私一人では。10代の体力に30代の精力、今の俺はパーフェクトドクロ親父だ。お父さん、これはどういうこと？まさか弱ってたのは嘘だったの？誤解だ忍。力の使いすぎで弱ってたのは本当だ。だが本当は大量の魔力を吸収すればすぐにでも復活できただけだ。それじゃあイリアさんにでも頼めばすぐに解決できたってこと？なんですぐに言わなかったの？だって弱ってたら忍が心配して優しくしてくれたから、つい甘えちゃってただけなんだ。お父さん、一体どれだけ心配したと思ってるの？痛い忍、割れちゃう、頭割れちゃう、本当に死んじゃう。そうね、軽く地獄を見てきたらいいんじゃない？その怒りはもっともだが、実際お父上のおかげで助かっているわけだしね。ふむ、それに親父殿のおかげで我らはこうして出会い、共に冒険をすることができたのだ。情状酌量の余地はあるのではないか？皆さんがそう言われるのでしたら仕方ありません。助かったぜ。代わりにランドソルに帰ったらみっちりお説教するから。助かってなかった。ではもろもろ解決したところで、もう一度扉に挑むとするか。守護者を倒しても全く開く様子もないし、おそらく何か正しい手順があるのだろうね。あの、リードは何とメッセージに残されていましたか？我の血を継ぎし者よ、四の力持て、かの地で三の鍵を集めよ。さすれば貴様が持つ最後の鍵が財宝の扉を開くであろう。だ、一言一句完璧に覚えてるよ。四つの力ってのが気になるね。これまでにあったことも踏まえ、ちゃんと意味があるはずだ。これまでの試練って確か4人で舞を踊ったり、魔剣の気を引きましたね。私の絶妙な魔力の調整も忘れては困るな。あ、そういえばあの試練も4人で攻略したな。4人、つまり4の力ということは。ああ、女子くんの言う通りだ。これまでの試練は4人での攻略を前提としていた。最後の大扉もその法則が適用されるはずだよ。見事なひらめきだし、グルド、早速扉を開けと。ほ
この鍵、私たちが回してもいいのか？好きにしろ。もう抵抗する気力もないからな。でも、リードの財宝がどんなものか、それだけは知りたい。もちろんだよ。それでは、この旅のクライマックス、みんなで決めよう。せーの。シグルドの言う通りだ。ついに財宝とご対面だ。さすがの私も少々胸が高鳴っています。大海賊の財宝とは一体。え、あれ、何もない。よう、俺だぜ、最強の大海賊、エドワード・ディード様だ。これはディードのメッセージだね。お前らが俺の子孫かどうかは知らねえが、よくぞたどり着いたな。見ての通り、ここには金銀財宝なんてありゃしねえ。だがそんなもんよりもっと大事なもんがある。わからねえか？お前の隣にいる仲間だ。ここまで苦難を共にしてきた仲間こそこの世で一番の宝物だ。一生かけて大事にしろよ。じゃあな、達者で暮らせよ。これでおしまいなのか？まだ何かあるはずだろう。伝説の大海賊の財宝がこれだけなんて冗談が過ぎるぞ。特に何もないようですね。そんな、こんなもんのために俺は。島を丸ごと使った大仕掛けを用意して、これはね、あるいは最強の大海賊の壮大な嫌がらせなのか。いや、ディードは友達が欲しかっただけなんじゃないのか？調査に参加するにあたり、ディードのことを調べたんだ。ディードはその気性から仲間にも恐れられ、そして何度も裏切られ、晩年はそばに寄り添う者もなく孤独な最後を迎えたと伝わっている。全てを手に入れたはずの男が唯一手に入らなかったもの、それこそがディードにとっての財宝だと考えれば、試練を課した先にあのメッセージを残したことにも合点がいくとは思わないか？そうだね、アンナさんの言う通りだと思うよ。そこに思い至らないあたり、私もまだまだだな。そうか、それなら俺は最初から宝を手にする資格はなかったんだ。他者を利用し欺いてきた俺には。確かにあなたのやったことは間違っている。でもまだやり直せるはずだよ。俺が本当にそう思うか？あなたは今回の事件で誰の命も奪ってはいない。その気になればいくらでもできたはずだし、その方が楽だったはずだ。あなたは最後の一線を越えなかった。どうか罪を償い、もう一度ディードの意志に応えてほしい。今度は何だ？おそらく先ほどの戦闘の余波で広間が崩壊し始めたんだろうね。なるほど、そういうことか。
我が魔法ながら恐ろしい威力だな。自画自賛している場合ではありません。早く脱出しましょう。うん、ここで死んだら元も子もないからね。で、女子くん、何してるんだ。早く行くよ。間一髪、みんな無事みたいだね。俺まで助けることはなかっただろ。言ったはずだよ、救える命を見捨てたりはしないって。それに華々しく散るなんて犯人に美味しい展開、私は許さないからね。なんだよそれ。お前、これは俺の鍵じゃないか。あのどさくさの最中に持ち出したのか。しかも他の鍵まで。やるではないか、シグルド。ありがとうな。でももう俺には必要ない。他の鍵もみんなで分け合ってくれ。これだけ苦労したんだ、何か形に残るもんが欲しいだろ。鍵はなくてもディードの意志はちゃんと引き継いだからな。そして罪を償ったら海に出ようと思う。あんたたちみたいな宝物のような仲間と共にな。その日が来ることを祈っているよ。さあ帰ろうか、私たちの町ランドソルへ。というのがあの島での出来事だよ。そうか、あの青年がな。ゴードン氏もだが、人間ってのはわからないものだな。ゴードンさんはともかく、彼にはもう人を傷つけるつもりはないよ。今も船室で一人おとなしく過ごしてるよ。そうか、それじゃあわしが見張りがてら話でもしてやるか。いいのかい？島じゃほとんど役に立たなかったからな。それに和光道を教え導くのもわしの仕事だからな。わかった。でも起きたばかりなんだから無理は禁物だよ。安心しろ、わしは鍛えてるからな。ああ、残りの二人もじきに目を覚ますだろう。もっとも彼らはランドソルまで拘束させてもらうけどね。それにしてもなんだか久しぶりに探偵らしい仕事ができた気がするよ。最近じゃ別の仕事ばかりだったからね。別の仕事？ああ、いや何でもない、こっちの話だよ。何にせよいい旅だったね。これをきっかけに探偵の仕事が増えてくれれば、それが何よりの報酬なんだけどね。そうですね、もともとは父を治すための旅でしたが、それ以上に大きなものを得られたと思います。ギルドメンバー以外の方と行動することがあまりなかったので、初めての人、場所というのはとても新鮮でした。島での日々はこの先私にとっていい変化をもたらしてくれる、そう予感させるものになりました。うん？ということは結果的に嘘ついてよかったってことか。やはり俺のすることに間違いなんてなかったんだ。お父さん、もう少し反省が必要。いえ、大丈夫であります。アンナさんはどうだった？うむ、これでまたアンネ・ローゼ・フォン・シュテヒパルムの名が世に轟くことになると思うと、
この上ない愉悦を感じるな。本当に刺激的な旅だったな。この興奮が冷めないうちに帰ったら速攻で原稿に取り掛かるとしよう。タイトルは冥風戦記波動霊界航路。これは超大作になるぞ。そうだ、忍と霞をモデルにしたキャラも登場させるのはどうだろう。私も何気にトワイライトキャラバンの仲間以外とはつるむことが少なかったから、二人との出会いは新たな刺激をもたらしてくれたな。そうだ、いっそ二人のスピンオフを書いても面白いかもしれん。書きたいものが多すぎてうずうずしてしまうぞ。しかし海賊野郎のお宝、まあいい話ではあったけどよ、もう少しサービスしてくれてもよかったんじゃないか。形に残る品が鍵だけってのはちっと寂しいぜ。まあ試練で手に入れた鍵にも何か面白い仕掛けでもあればよかったのだがな。いようかどうか迷ってたけど、まあ大丈夫だろう。見ててごらん、表面のメッキを削ると。メッキの下が輝いています。かすみ、まさかこれって。うん、この鍵は宝石を加工して作られているね。これ一本で相当な価値はあると思うよ。そうなのか。いいんじゃないのかな。うん、まさか売ったりしないよね。逆、そんなわけあるか。大事な思い出の品だぞ。そんなに慌てなくてもいいよ。たとえ売ったとしても、私たちが過ごした日々も結んだ絆も決してなくなることはないさ。これこそが私たちにとっての宝物だったのさ。自分で言っといてなんだけど恥ずかしいね、これ。いえ、とても素敵だと思います。ギルドのみんなに旅の話をするのが楽しみです。そうだ、前に忍とまたこの4人で旅ができたらいいなと話していたのだ。もちろん貴様らも行くだろう。いいね、それは楽しそうだ。だろう、炎の化身たる竜の住む火山、旅人を誘い喰らう魔の森、いくつもの船を奈落に引きずり込む魔の海域などなどは。アンナさん、残念ですが全部却下です。行き先は私と忍さんで決めさせてもらうよ。なんでだ。シュゴルド、貴様はもちろん賛成だよな。なあシグルド。You
小説で読んだ探偵の犯人宛て、まさか目の前で見られるなんて。この島に来てからまるで物語のような未知の経験ばかりです。思い切ってランドソルを出てみたのは正解だったかもしれません。